はい、皆さんこんにちは。トーイック対策猛牛チャンネル制作者のジェットブルです。今回紹介するトーイック品質単語は、知ってるはずなのに意外な意味で使われる単語です。意外な意味の単語って言えば、以前の動画でビジネスっていうのをやりましたね。ビジネスっていう単語は客とか店っていう意味にもなりますよっていう話をしました。まだ見てない人はぜひ見てください。で、そんな感じの初級者でもその単語自体は知ってるんだけど、実は意外な意味がっていう単語を今回は4つ紹介します。1つ目 hours、 2つ目 play、 3つ目 study、 4つ目 copy。 まあ、おそらく誰でも知ってる単語ですよね。hours は時間、 play は play baseball、 野球をするとか、 play the guitar、 ギターを弾くとかですね。 study は勉強する、 copy はコピーする。まあ、こういった基本の意味は初級者の方でも知ってるとは思うんですが、今回紹介するのはこれとはちょっと違う、でも TOEIC に品質っていう意味です。まず一つ目、 hours。 hours っていうのは hour、 時間の複数形ですよね。 hours だと複数形なので、もちろん数時間っていう意味もあります。でも実は hours で営業時間っていう意味で使われることがあります。営業時間っていう意味の時は前に何かつけることが多いですけどね。例えばビジネス hours、 ビジネスの時間だから営業時間。 opening hours、 空いてる時間だから営業時間。 operating hours、 operate には営業するっていう意味があるので、 operate してる時間、営業時間。 office hours、 office の時間、営業時間。こんな風に普通は営業時間っていうのはビジネスアワーズ、オープニングアワーズ、オペレーティングアワーズ、オフィスアワーズっていう言い方をすることが多いです。でも前に何もつけずにアワーズだけで営業時間になることもあるんですよ。まあ、特に文脈で分かるときですね。トイックでよく見かけるものとしては、例えばパート7の長文問題、お店の広告とかで Hours Monday to Friday 10am to 8pm、 営業時間は月曜から金曜の10時から8時までです。こんな感じで登場することがあります。まあ、これなら文脈とか文章全体の雰囲気で分かりますよね。ただ時々さらっとリスニングとかで What are your hours? なんて出てくることがあります。これ知っとかないと聞き逃しちゃいますよね。 What are your hours? お宅の営業時間は何時から何時までですかっていう意味です。 hours っていうのは単体で営業時間っていう意味で使われることがあるっていうことは頭に置いておくといいかなと思います。次、play。 play っていうのはどうしてスポーツをするとか楽器を弾くとかなんですけど、名詞で劇っていう意味もあります。 see a play、 劇を見る。 I'm going to see a play tomorrow、 明日劇を見に行くんだみたいな。 TOEIC ではなぜか劇とか劇場の話がよく出てくるんですよ。で、これ中学校で習った意味と全然違うじゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、よくよく考えてみるとなんとなくは繋がっています。 play the guitar っていうのはギターを演奏するですよね。だから play っていうのは演じるっていう意味でも使われるんです。例えば play the leading role、 leading roleっていうのは主役で、主役を演じる、 play the leading role。 まあ、play には演じるっていう意味があるっていうことを考えてみると、まあ、劇っていうのはみんなが演じて作るものだから play っていうのかなみたいな感じで僕は関連付けて覚えました。次、 study。 study っていうのは勉強するですが、 TOEIC だと調査とか研究っていう意味でよく出てきます。まあ、実は研究するっていうどうしても使われるんですけど、なんか名詞でよく出てきますね。まあ、これは意外な意味っていうよりは、勉強と研究っていうのはすでに似てはいますけどね。使われ方は例えば carry out a study、 研究を行う、 conduct a study、 研究を行う。で、その研究結果は the results of the study、 その研究結果 the results of the study、 その研究によるとねって言いたいときは the study shows that、 その研究っていうのは何々を見せていますし、しています、その研究から何々が分かりますみたいな意味ですね。 The study shows that。 最後、 copy。 これはそのままの意味でも TOEIC 品質ではあります。 copy a document、 書類をコピーする、 a copy of the document、 その書類のコピー。ちなみにコピー機って英語で何て言うか分かりますか？コピー機っていうのは英語でコピーマシーン、コピーヤー、フォローコピーヤーとか言います。これらの単語も結構遠いくらい出てきますね。まあ、コピーマシーンっていうのは知らなくても分かると思うんですけど、コピーヤーっていうのとフォローコピーヤーっていうのは知らないと一瞬んって思うと思うので、知らなかったらね覚えておきましょう。さて、コピーっていうのはコピー以外に一冊とか一部っていう意味で使われることがあります。まあ、本とか雑誌とかの一冊一部のことですね。まあ、例えばこれ A copy of this book、 この本一冊一部。いや、それワンブックじゃないのって思うかもしれないんですけど、まあ、使いどころですかね。例えばなんですけど I have two books っていうのと I have two copies of this book っていうのを比べたら分かると思います。 I have two books と I have two copies of this book。 I have two books っていうのは本を2冊持っています。だから、まあ、こういうことですね。多分2冊違う本を持ってるんです。でも I have two copies of this book って言ったら、この本を2冊持ってるっていう意味になるんですよね。あとは本の出版部数の話をする文脈でも使われます。で、このキンフレなんと累計100万部以上売れてるらしいので More than a million copies of this book have been sold。 この本って100万部以上売れてる。 More than a million copies of this book have been sold。 いや、100万部ってすごいですよね。はい、というわけで今日は意外な意味で使われる単語っていうのを4つ見てきました。1つ目 hours、 営業時間。2つ目 play、 劇。3つ目 study、 研究。4つ目 copy、 1冊2冊の冊とか部。まあ、この辺意外な意味とは言いましたが、 TOEIC では普通に品質です。初級者の方も絶対に覚えておきましょう。ということで今回の動画は以上です。引き続き英語の学習を頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。